忍者 400R は川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造するオートバイである。なお本校では忍者400及びノンカウル仕様の ER-4N 排気量の異なる忍者650及びノンカウル仕様の Z650 その他日本国外使用車の ER シリーズなど派生車種も含めて記述する。 忍者 400R は2010年8月1日に発売された。この車両は川崎モータースエンタープライズで生産されており、日本国外で発売されている ER-6F、忍者 650R のエンジンをスケールダウンして日本における普通自動二輪車の枠内に収めているが、車体は ER-6F とほぼ共通となっている。 同年11月15日には ABS 仕様が追加発売された。2013年12月1日に発売された。車体は2011年モデルの忍者650と共通化され、エンジンは改良を加えたものが搭載されるが、スペック上は 400R と同一になっている。三代目忍者400は2018年2月1日に発売された。 先代モデルまではツアラー風のスタイルだったが三代目はステアリング位置は低められ SS 風のスタイルとなった。忍者250と同時開発され基本構造は 250cc とほぼ共通。タイヤは400がラジアル250はバイアスの違いがある。フロントブレーキはダブルディスクからシングルディスクとなった。e r n は年月日に 発売された。この車両も忍者 400R と同様に、国外仕様の ER-6N を国内仕様にしたものである。忍者 400R との違いは、サイドカウルを装着せず、ヘッドライトやメーター周りの形状が異なっている。この車両も忍者 400R と同時に、ABS 仕様が追加発売された。この車両は、モデルチェンジされないまま2013年モデルを持って、 生産終了となった。ER-6N は2006年に日本国外使用者として発表された。位置づけが ER-5 の後継に当たるため、この車両が ER-6 シリーズのメイン車種として扱われている。エンジンは環境規制に対応させた、水冷4バルーブ180度クランクに基等 649cc エンジンを搭載し最大出力71。 PS となっており、マフラーは容量を多く確保するため、車体下部に装備させたダウンマフラーとなっている。車体構造はスチールパイプによるトレリスフレームとなっており、後輪サスペンションは車体の右側に寄せてデザインの一部に取り込んでいる。またヘッドライトはカウルで覆った縦目に等で、全体的にそれまでの川崎車とは大きく異なるデザインの車両となった。 2009年のモデルチェンジでは全体的にフレームの構造を見直し、車体のエッジに当たる部分がより先鋭化されたデザインとなった。また2009年モデルより生産が日本から対価は先に移管された。なお ABS 使用者も発売されている。2011年に再度モデルチェンジされ、フレーム全部はスチールの日本パイプとなり、 スイングアームも日本パイプを強調するデザインに変更された。また車体デザインの見直しにより、フロントウインカーが別体式となっている。Z650 は2016年に発表された ER-6N のフルモデルチェンジにあたる車両で、車名としては1976年モデル以来の復活となる。2017年5月15日より、日本向け仕様として、 Z650ABS が発売される。ER-6F も2006年に日本国外使用車として発表された。北米向け使用のみ忍者 650R とネーミングが変更され、さらに2012年式のモデルチェンジに伴い忍者650へと解消された。エンジンと車体構造は ER-6N と共通であるが、前面には横目に等。 ライト一体型の風防を装着し、側面下部にもフェアリングを装着させており、ツアラーとしての使用を見据えたスポーツタイプの車両となっている。2009年、2011年に ER-6N と同様にモデルチェンジを受けている。2016年に発表されたモデルより、欧州向けも忍者650として名称が統一され、2017年5月15日より、 日本向け仕様として、忍者 650ABS が発売される。ER-5 は1997年に発表された。この車両は、欧州向けのエントリーモデルとしての位置づけで、バリオスのフレームとサスペンションを強化した構造の、車体に GPZ500S の水冷並列に気筒エンジンを搭載したものとなっている。ER-5 は10年近く生産された。 ロングモデルであったが、環境規制に対応せず、ER-6 シリーズに引き継がれる形で、生産終了となった。ありがとうございます。